で、ではジャッジウィケットさん、こちら真ん中でお願いいたします。 OK、B-Boy Wicked、 B-Boy Wicked、 All you got to do is raise the hand of the winner when we tell you。 では早速ですが発表の方を行いたいと思います。ウィケットさん、ドラムロールの後にどちらか一方、勝者チームの方の手を高く上げてください。それではお伺いいたしましょう。いよいよ発表の瞬間です。このコールを受けるチームは日本一のブレイククルーを意味し、2017年の日本代表として世界決勝大会へ出場する権利が与えられるのです。それでは参りましょう。本日2017年7月17日バトルオブザイヤー2017ジャパン、本日のウィナー優勝チームは、さんがこちら真ん中に入って、このモーコン側の手を挙げてくれましたが、これはあくまでもジャッジ5名の、判定の代表となっておりますので、投票の内訳をここで発表いたしたいと思います。投票結果内訳の方はですね、4対1でモータルコンバットでした。おめでとう、今一度拍手よろしく、改めておめでとう。表彰プレゼンテーションに移りたいと思います。まずは優勝チームの方から行いたいと思います。本日見事ウィナー優勝に輝きましたモータルコンバットには、ジャッジビーボイウケツさんの方からウィナーボードを、そして、カシオ様から G ショックの贈呈です。こちらは今年のこのバトルオブザイヤー2017のオリジナル G ショックの方をお送りいたします。おめでとうございます。そしてフリーガン様からアンダーウェア50枚プラスフリーガンウィナーボードの授与です。おめでとうございます。続きまして、ファンドレーションクルーの表彰の方を行いたいと思います。はい、本日準優勝第2位の成績を収めましたファンドレーションクルーには、セカンドプレイスのボードの方が送られます。大輔さんのから送られます。Come on, some nation, applause, please, applause! さあ、じゃあちょっとコメントは2位準優勝の方からちょっとお伺いしたいんですけども、すぐこちらに。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。素晴らしいショーケースと素晴らしいバトルと見せてくれたんですが、はい、今日一日を振り返っての感想をお願いします。今日一日振り返っての感想は、ただ今ものすごく悔しい、それだけです、うん、なるほど、はい、やっぱそうだね。もちろんトップを目指してたわけだからね、はい、またじゃあこのステージに帰っていってくれますか。はい、もちろんです。 OK、 もちろんです。力強い意志を感じました。それだけです、もちろんです。 OK、 行きます。じゃあまたその機会楽しみにします。はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第2位準優勝、ファンドレーションクルーにも拍手よろしく。ありがとう。さあ、では続いて、もう何度となく日本一の座に輝き、そして世界も経験しているこのチーム、悲願の日本代表にまともやなることができました、モータルコンバット。では代表各社コメントをお伺いしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。なんかまだ泣くの早いですけどね、ほんまに嬉しいです。もうそれだけです、うん、とりあえず、うん、なんかずっとトライしてきて、僕今年でボッティ14年目で、うん、次31歳でもうほとんど人生の半分ボッティみたいな感じで費やしてきて、すごい、もうアホやと思われるんですけど。アホじゃないよ、もういや、いいんですよアホで。いいんだよ、アホもアホなりにもう必死こいてやるったら、うん、こういう嬉しい結果ついてくるから、ほんまに、まあ、あら、おめでとう。
でもその嬉しい結果もやっぱりね、こういう仲間がいてこそだもんね。そうですね、ほんまにそう。チームっていう仲間がいたからこそ出れることもできて勝ち取ることもできたんだもんね。絶対一人じゃ無理です。もう俺みんながいるし、応援してくれる人とか、あの別にこう俺らのことどやかく言う人いてもいいと思うんですけど、そういう人らの全部を力に変えて僕らはもうこの何年間もやってきたんで、うん、あのやっぱり悔しい思いっていうのが人強くするなって思って、うん、でもうなんか悔しい思いすればするほど不安の方が大きくなってきて、うん、すげえなんかポジティブなシンキングの人もおれば、うん、ネガティブなシンキングの人もいて、でも今日ばっかしはもうね、なんかもうわけわからんくなって演技しきってもうとりあえずやりきろうと思ったけどめちゃくちゃ不安で、でもそれでこうやって結果ついてきてよかったです。で決勝もほんま準決も全部ショーも楽しかったし、あの自分ら出し切れてほんまによかったしですね、はい。でも僕まだまだ出してないんで、ドイツでクソほど沸かしてきて自分たちのやりたいことでてんてんとっていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。今ねその決意表明もしてくれましたけども、今年度のこの2017インターナショナルの世界大会の方ではザ・フレリアズと共にこのモータルコンバットが日本ブレイクシーンの素晴らしさを存分に見せつけてきてもらいたいと思います、はい、その勇姿見れる、そして切符を楽しみにします。本日おめでとうございます、はい、おやいスモータルコンバー、ありがとうございます。はい、さあでは改めてですが、発表の方を行いましょう。漫才の勝ちのあるしたいと思いますので、リモコン横位置で並んでください。ちょっとボード類は一度端の方に置いていただきまして、横位置で並んでください。こちらの方に、こちらの方にお越しください。この辺でいいかな。はい、ではあのちょっともうちょい後ろ、もうちょい後ろ、ちょっと前に出すぎて写真が撮れないですからね、もうちょい後ろ行きましょうか。まあちょっとこの辺、OK、はい、もうちょい後ろがいい、もうちょい、もうちょい後ろがいい、はい、OK、はい、どうですか、OK。 では改めて発表いたしましょう。本日2017年7月17日行われましたバトルオブザイヤー2017ジャパン、見事ウィナー優勝に変えたのは、おめでとう、モータルコンバー。そして DJ を担当してくれましたマスキーさん、そしてシンスケさん、ありがとうございました。この度行われましたボディ2017ジャパン、優勝はモータルコンバット、日本代表として世界でレペゼンしてきてください。そして同様にザ・フロリアーズの優勝も楽しみにしております。それでは皆さん、また来年のボディでお会いしましょう。本日は最後までお付き合い誠にありがとうございました。では MC ユウスケとエンドトリックスがいなくなった。あっ、上にいた。トリックスでした。ありがとう。Thank you。以上。モードカーバー。See you in Germany。Peace。